まあね、まあね。ガチャの、ま、引き回しだから、これは引けなくてね。ああ、お願いしよう。終わった。はい、ナイスー、はい、ナイボー、最高のボタン、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。海賊王です。あ、本当だ、帽子が違う。どこに宝隠しました？でも海賊王そのうち死ぬからね。メインホールの左上探せオープニングやってくれてる、嬉しい。オープニングやってくれるの嬉しい。初期のワンピースって私が小学校の小5とかだからな。ワンピースのオープン、あのアニメの初期始まったの。もういにしえよ。高田さん。ふん。ふん。アルマ。アルマユ。あら、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 死んでる。結構僕見たよ、慎太郎の死人は。うん。このボタンを押しに行く前に、メインのエンジンからメインの方に走っていく慎太郎を見てる。私最後メインの左か2番目の小部屋までの前まで行ってますけど。いないですね。で逆にメインの方から2人走ってもきましたね。誰だっけ走ってきた？あね、メインね、めちゃめちゃ人いてね、多分ね、ピカさんもいるし、俺もいるし、マユコさんもいたんじゃないかな。ケンジもいたんじゃない？どうだどうだ。ハイブリいる。と思う。いや俺はエレキン降りてる。シンタルさん来てないんじゃない？あれ？メインハイブリ視点だとケンシが一番最初にメインから抜けていて。うん、でハイブリはピカ君を残してエレキに降りたタイミングでナナコ君がメイン入ってきた、メインのそっちの方に来たかなっていうイメージ。入ってきたっていうかナナコさんはメインを往復してたから、まあ、結構流れ、あれ待って、僕ミスってるかもしれん。武器庫で慎太郎君と真由子さんを見たんだけど、あ、それは合ってます。真由子さんが右のメインの方に行ったのかな。じゃあメインの方からシャワーを見てます。それを慎太郎と逆に覚えてたかもしれない、ごめんなさい、ちょっと自信ないわ。それ言われちゃった。ないって言われちゃったら自信ないわ。さんはいなかった。近くにはいなかったので。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、そうだわ。ごめんなさい。真横さんだわ。武器、とりあえずでも武器庫で慎太郎君見てるわ。ただ、原始点、真横さんも慎太郎さんも右に行っては、なんかお二人とも弦を置いていく形になったと思います。武器庫か通信スマイル通路のあたり。で、弦はコックピットでタスクしてて、わって一人です。これってさ、プテハシさんと弦さんと慎太郎さんでかっ、あ、ゲ、ゲンさん、マイコさん、プテハシさんで慎太郎さんを囲んでるみたいな状態になってるってこと、上、右、左で、なんとなくだけど。いや、まあ、下に行ってたら分かんないし、慎太郎が。で、下に行ってたら、ゲンさんが行ってないんじゃない？武器庫下に慎太郎さんが行ってる可能性っていうのは、ゲンさんが来るだった場合はないんじゃない？武器庫下には行ってないでしょ。マイコさんの後ろとかに多分慎太郎さんいましたよ。はい、私、見えてないから分かんないっす。メインの方に行ってるってこと？ゲンさん視点で。メインっていうか、エンジン方面です。そのことは分かんない。あ、だ結局3人で囲んでる、上上がってたりするかもしれないから。そうだから、まあ、上だったら僕が犯人ですよね。そうだから原始点手橋さんか真由子さんかなって。そうだからその3人で囲んでるのよ。だから容疑者がその3人やった。コックピットから飛んでるかメインの方々はそれこそあれですよね、もう大量に死にしやすい。そう大丈夫かなって思う。メインシャワーで見合ってるから、いやその3人いるんじゃん。手さんが一番黒濃度濃いかも。ミーティング奥で押すか。嘘。わあ。はい。
シャワーのタオル入れるところに高田さんのお肉がありました。今ミーティングにいたけど押さなかった人いる？はい、私奥まで行ってタスクやってます。あ、そっか、はい、了解です。 OK。 まゆこさんセーフするのかな。ゲンさんってどうしたの？そのままシャワーの覚えゲーとか中のタスクやって、その後ね、シャワーの覚えゲーでは反対側で見ました。あ、見ました、よかった。ロミジュリで、はい、反対側で僕は私の目線だとプテさんがやっぱり筆頭ですね。プテさんだと上から取ってますね。私上のタオルタスクの方行ってないんで、このターン、まあ、プテゲンのどっちかにいる可能性が高いって感じですよね、うん、1枚でも片方は知らない気がする。黒黒でも白白でもない気がするっていう。で、まあ、原産視点で僕がそのキルクール開けてないぐらいのタイミングで左に行ってるのを見てくれてない。僕20秒ぐらいだったと思うよ。まあ分かんない、それは何とも言えないですね。で、まゆこさんのセリフもまあまああるで、私目線はちょっと結局昨日から画面が覚えてないし、そうなんだ。あれはハイブリさんの方は詰めれないですか？目撃はない。うん、なさそうね。まあミーティングがしたいかなと思ったんだけど、リアクターにいた人いないっけ？アドミを見たの？アドミを見てたの、奈良子さんは。いいじゃん、なんかだけどあんまり役に立たない感じ。で、天才ではあった。めっちゃ固まってる感じじゃなかった。あ、間違いないから。ねえ、ロミジュリって下から見えましたっけ？上ギリギリ見える、うん、見えるんだ。私あれインポスターしか見えないと思ってた。ギリギリ見える。あれ、あ、アイブリさんはおじさん。まあ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 大丈夫、慣れてるんで。あ、ピカクロス、ちなみに停電を展望で直してます。自主点はほぼほぼ減算かな。じゃあ一応真横さんのそのレポートまでの動き聞いてもいいですか？はい、私アーカイブでファイルを片付けるやつを一緒にやってましたね。一緒にずっとやって、はい、停電ん停電だっけ、何かしらが入ったんだけど忘れたけど、でもリフト方面に一回行こうと思って開けるだけ開けてそのまま下に降りたんですよ。じゃあその昇降機真横さんじゃないですか、奈々子さんが見たかもしれないです。一瞬入ってます。初手キル一番できにくいの真横さんだと思ってて、うん、だって、うん、なんでやっぱ3になるかな。ゲンさんからかな。あ、じゃあボタン押せ、あ、じゃあボタン押せばよかった。失敗した。絶対押した方が良かったな。さあ、し、しくったな、これ。現行犯です。オッケーオッケー。これ証拠機左。証拠機左だね。で、ゲンさんが出ていくのを僕は見てるから。プテさんなんですけど、これね、もう一郎側かな。どうしよう。もう一郎って多分、2キルの日の片方しか手を汚してないですよね。初手切ると。そうなんですよ。一応リアクター鳴る前のアドミン情報はありますけど、まあでも結局そこの殴り合いだからあんま関係ないか。うん、いや、これね。さんから釣っていただかないとやばいんだが、もし私から先に言っときます。私から釣れた場合、はい、あの配置お願いしますちゃんと。はい、そうだね。マユコさん、はいはい。じゃあごめんなさい。ハイブリさんと高田さんが死んだ日にお互い絶対無理って人もいないって感じですか。もうこれってゲンプテハシのどっちかに絶対一郎いるから、もう二郎のかばい合いがないから。うん。うん。いるんだったら出てほしいですけど、私のミーティング中、奈々子さんが他と含めてどう評価するかってとこだけど、あ、まあ、うん、そう、僕には相方インポスターのサポートが入らないからちょっと分が悪いんですが、なんかないかね。どうしようかな。初手キルプテさんの黒予想じゃああげます。初手キルの段階でプテさん最初メインの方に行ったっていう話をされてて、いや、それがそれは多分マユコさんと見合ってる話をしてたんですけど、ね、おそらくそう言わないと多分そこが悪いから途中で振り返ったんだと思ってます。ああ、高ぶりてか高ぶりの時白の人いないのこれ大丈夫？高ぶりの時はまあわかんない。奈良子さんがもう無理なんだったらもうここ決め打ちしかないね。むしろ高田さんキルをプテハスさんができないと私が思っているんですよ。あの締まり方からなんですけど、俺視点はねサントスさんの白ぐらいしか出せないかな。マユプテか。じゃあだったらちょっと今日私めっちゃ分悪いな。私ゲンさんの方に入れたいっす。
どっちかといったら。まあそれかもう最悪もう、もう命がけで。いやでも、ゲンスアロー、ごめん、今のキルに冷たいんだけど。アドマ君かなと思うけどね。現行犯の状況をもう一回、どっちが先についたの？私がアクです。私が近づいてきたんで、プテさんがレポートしてたと思います。ゲンさんが出ていくのを僕が。いや、じゃあもう配置しよう、配置しよう、配置しよう。もうどうせあれだから。僕はゲンさんに入れてほしいです。あ、ゲンさんに入れます。ゲンさんの方が票集まりそうだから入れるんで、配置だけしましょう。左にやった。じゃあ僕、コミサボ行きます。じゃあ右リアクター。右リアクターと停電じゃ兼ねてもらって。アスカルー。お願いします。お願いします。昼負けだけは勘弁してください。はい、はい、ずっと直してました。ナイス。私ゲンさん決め打ちしたいですけど、プテさん釣らずに。え、マジ？まあ別にどっちもいいですけど。いや僕はアルマくんかなと思ってるかな。ゲンさんがそのなロミジュリ見てたって言ったのがアルマくんだから。え、それを出すメリットなくないですか？だってどうせ死体地そこなんでしょ。意味ないでしょそれは。まあ僕を殺せるから。え、先に僕を釣れたらよくない？え、じゃあそれを出しても何も様子にならないでしょ。それで様子になりましたか今現段階で。その原産をロミジュリで見たってだけで、別にシャワーにいたのはだって全員視点からも確認されてるわけだから。まあそうか、うん、まあ、なんかちょっと心象良くなるかなと思ったけど。真由子さんってさ、さっきのターンの時、はい、降りてこなかったっすか？ミーティングから一回降りました。はい。でその時にピカさんが直してるかと思うんやけれども。直してるの見てます。その時にゲンさんもプテさんも確認しなかった？どっちも見てないっす。多分弁当から来たんかなって勝手に思ってたんですけど、すぐ上に上がったってこと？そう、一回降りて、そう、七子さんが右に行ってくれるっていうのが分かって、で、左直そうと思ったら今度はピカさんがついてるから、あ、じゃあ私はボタン押しに行けばいいわと思って上がったんで、左リアクターを直してる人がいない状態で上に上がったってことですか？うん、違う違う、七子さんが最初左のリアクターについてくれてて、奈良子さんがいたのか、はいはい、そうだからいてくれて、でヌーもこっちにあって、で私はじゃ あの右誰か行くかなと思って、とりあえずボタンを押そうと思って上に1回上がったんですけど、奈良子さんがヌーに乗って右に行ってくれてるのが見えたんで、じゃあ私直さなきゃと思って下に降りて直そうと思ったら今度はピカさんがついてたんでもう1回上がりました。うん、プテさんと中野かどこに入れたの？僕はプテさんに入れましたよ。今は僕に塗ったのがおかしかったんで、まあ、僕今左昇降機ずっと直してました一人。私ゲンアルだと思うけどな。え、なんで僕になります？ちなみに議論から、あの動きの、じゃあその議論の様相を教えてください。ゲンアルだとしたらプテさんまでずっと来た、うん、だとしたらボタンとかリルか足りるか。ああだ、うん、え、ゲンアルなら僕まで釣りたいっていうのはどうして？え、でもゲンアルだったら釣らないじゃん、決め打ち。じゃあ、まずゲンアルになる様子をちゃんと説明してください。おお、アスカル。説明してください、お願いします。白出ししてない、最も残ってるメンバーで。他の人は他のクルーの様子を拾ってるけど、アルマさんが一番クルーの様子が出てない、他の人。二郎はないよな。ナイスボタン。これ僕絶対タスク終わらないです。いや、てかもう今はキル入んなかったし、サボタージュも入んなかったから。うん、ごめん、今俺がゲンアルだったらプテさん釣りたいって言ったのは、ゲンアルがあった場合、もう一つの対抗がプテさんサントスだと思ったから、このタイミングでもうプテさんつって、あと分かりやすくやりたいと思っただけ。え、でもプテサントスを追ったらさ、プテさん落とす、アルマさん落とすでさ、結局サントス3人1の場面作れるから負けるよ結局。だから割り切らなきゃいけない、うん、3プテは捨てて、うん、4人で安定はなかなか難しいから、うん、スキップ入れてほしいです。
で、あと僕はタスク終わんないから、なんなら釣ってほしいぐらいだけど、どうです？今日の議論で決めるでいいかな。俺もタスク終わりはしてない。ナナコさん、ごめんなさい、ちょっと回答がちょっと、知りきりともあったんですけど、ナナコさんはアドミンの私を白を出してくれて、マイコさんはプテさんの白を出して、みたいな感じで、それぞれ白の出し合いがあったんですよ。で、私はあのマイコさんが一番なさそうとかってあったんですけども。え、それって初手切るの話ですよね。初手切るってなんなら、いや、2番手、いや、1回も2回も含めて。ただですよ、そんな決定的に来るとは思ってないですよ。ただ、今までの要素で拾うなら、そこかなと思ってます。まあ、僕はタスクもう終わったんで、どっちでもいいですけど、任せます。とりあえず、どっちにしろ、もうプテヤさんは白で置きます。今回、サボタージュも入んなかったし。そうですね、プテさん白進行かなと。うん。OK。真横さんの白を終えるものって何かあったっけ？あ、で、ごめんなさい。待って、その前に、タスクがもう終わんないんだったら、もう先に僕を落としてください。どうせ僕残ってても SG にされるから、プテアスさん、僕のこと疑ってますよね。で、プテアスさんが確証進行なんで、もう僕を先に釣って、死ぬ切り死体探しの方が勝ち筋だと思うんで、村の。そうだね。そうだね。うん。てか、もうどうせ残ってても負けちゃうから、僕を先に釣ってください。なんなら、残りのボタンを全て使って釣りに行かないといけん。もうないじゃあ中野くんで釣れなかった時のこと考えようよ。ボタンはありますか？他は釣れない釣れないとか終わらなかった。まあプテさん白進行だからプテさんに決めてもらうみたいな感じかな。あ、まあ、ボタンがあるか確認して。私はある。どうだったっけな。ただ源さんの相方って、うん、ハイブリ3キルの時でサントスさんは七子さんから白打てるんですよね。そう七子さん七眉のどっちか、うん、だよね。あー、なるほど。いやー、ごめんなさい、ゲンさん。ゲン。ただ、アルマさんに結構パスいただいてたんで。バグってごめんよ、プテさん。うまく決まったと思ったんだかな。いや、初できるめちゃめちゃ良かったっす。あ、良かった、良かった。押して良かった。どこで殺したんですか？いや、普通コックピット、金庫室だ。金庫室に行って。あ、金庫室？金庫室？金庫ですね、僕は。そうなんだ。ゲンさん、マイコさん、二郎とか全然終えると思ったんですけど、あんまり追っていただけなかったな。あのメインホールに飛び込んでくる真由子さんは見てたんですけど、慎太郎さん見てなかったんですよ。うん、うん、私もね、後ろに行ってたのか全然分かんなかったから。そっか、上だったんだ。んアドミンから飛んだんですか？あ、そうです。なるほど。いやー、全然追ってなかったな。めちゃめちゃいいキルしてくれたのに。いやー、すごい、分かんなかった。分かんなかったわ。